パーストリ・リッタは、ハンガリーのピアニストで作曲家のバルト・クベーラの2番目の妻。彼女は、夫から、子飼いにてやピアノ競奏曲第3番など、多数の作品の検定を受けている。バルト・クベーラ、1922年。エディート・パーストリは1903年、オーストリア・ハンガリー帝国のリマソムバトに生まれた。両親は、ピアノ教師、高校教師であった。 ブダペスト音楽院でピアノを学び、1921年に学位を取得すると、さらなる研鑽のため1922年にハンガリー王立音楽院に入学。そこでバルトークベーラの個人指導を受けるようになる。バルトークは1923年6月にツイグレルマールタと離婚する。彼には自身よりかなり年下の女性に惹かれる傾向が明確にあった。 1909年に28歳でマールタと結婚した際、彼女はわずか16歳であった。ティッタの場合は、新郎42歳、新婦19歳での結婚となる。ある日のレッスン後、徒歩で彼女の家を訪れたバルトークは、突如彼女にプロポーズし、返答までの猶予として3日を与えた。それまでは二人の関係は、純然たる教師と生徒だったにもかかわらずである。 ティッタはこれを受け入れ、特別な許可を得た二人は一週間も経たぬうち、1923年8月28日に結婚した。1924年に彼女はバルトーク・ペーテルを生んでいる。ティッタが生んだ唯一の子供だったが、バルトークは前妻との間にも息子を授かっていた。1926年、バルトークはピアノ曲集、子飼いにてを。 ティッタに捧げている。ティッタは、独奏者としてのキャリアを捨てはしたものの、夫のピアノデュオのパートナーとなった。1938年1月16日には、スイスのバーゼルで行われた、国際現代音楽協会の創立記念コンサートで、打楽器奏者のフリッツ・シーサー、フィリップ・リューリヒ、そして夫である作曲者自身と共に2台のピアノと、打楽器のためのソナタの初演を行っている。 さらに二人はヨーロッパ中でピアノディオコンサートを行った。バルトークは1940年にミクロコスモスから七曲を抜粋して二大ピアノ用編曲を行い、自らとディッタが演奏するレパートリーに加えられるようにした。同年、夫妻はナチスから逃れるためアメリカ合衆国へと移住している。最後の演奏会は1940年10月8日に、 ブダペストで開催された。両名は10月29、30日にニューヨークへと到着している。アメリカでの二人の生活は、経済的困窮、文化的、社会的な孤立、そして芸術的充足感の不足に見舞われた。英語、ドイツ語、ロシア語を含む多数の言語を流暢に駆使した夫とは異なり、ティッタは、英語での会話、 理解が全くできず通訳として夫を頼らざるを得なかった。バルトークの音楽がオーケストラや室内楽で演奏されることはなく、二人にはピアニストとしての需要もほとんどなかった。この時期にバルトークは白血病を患うが、彼が自らの真の病状を伝えることは一度もなかった。バルトークを擁護した数少ない人物の一人、 彼と同郷のフリッツ・ライナーの援助と指揮により、バルトークとディッタは1943年1月31日にカーネギーホールにおいてニューヨークフィルハーモニックとの共演で2台のピアノと打楽器のためのソナタの還元楽編曲版である2台のピアノのための競奏曲を初演した。これがバルトークの最後の公開演奏となった。バルトークは依然病を患ってはいたが、 多数の作品の移植を受けて回復しつつあるかのようであった。セルゲイ・クーセビツキーからは、還元学のための競争曲、ユーディ・メニューインからは、無伴奏バイオリン・ソナタ、ウィリアム・プリムローズからは、ビオラ競争曲の依頼が舞い込んだ。体重も著しく増加し、破裂してしまいそうだと愚痴をこぼしていた。彼はさらに1945年10月末に42歳の、 誕生日を迎えるディッタを祝うため、サプライズの贈り物として、ピアノ競争曲第3番を作曲することも決意した。しかし現実にはバルトークが回復することはなく、1945年9月26日に、ニューヨークで帰らぬ人となる。彼は、ピアノ競争曲第3番の創譜を、最後の17小節を残して完成させており、記号に関する指示を残していたためシェルイティボールが、 それらを用いて作品を完成させることができた。ビオラ競争曲は完成からはほど遠いほとんど走行の状態で残されたが、これも最終的にはシェルイによって繋ぎ合わされてオーケストレーションされた。1946年2月にピアノ競争曲第3番を初演する栄誉はシャンドルジェルジへ譲ったものの、リッタも後に演奏して録音も行っている。 バルトークの破壊し向かって、左隣に、ディッタが埋葬されている。バルトークの死後、ディッタは1946年に、ブダペストへ戻って、生涯をその地で暮らし、亡き夫の記憶を普及させることに身を捧げた。バルトークの作品による演奏会を模し、しばしばトゥシャ・エルジェー・ベトと共演した。ミクロコスモスからも一部の曲を録音している。 バルトークの死から37年後、ディッタは1982年に79歳で、ブダペストで生涯を終えた。前年に、夫の生誕100周年を祝ったばかりであった。バルトークの亡骸がアメリカからハンガリーへと移されて、以降、彼女は、ブダペストで夫と並んで眠りについている。ベーラ・バルトーク・ディッタ・パーストリ賞は二人を記念して、命名された。注釈出典 ありがとうございます。